次に2番議員より選挙を健全で公正にも発言がございます。議長2番。2番、須澤良二さん。テレビ変革党、楠澤良二です。本日は質問の機会を与えてくださりありがとうございます。さて、先月25日に豊島区議会が臨時招集されましたが、議員協議会で豊島選挙区選出の共産党現職都議米倉春奈氏が選挙違反が複数の議員によって指摘されました。具体的には選挙期間内ではないにもかかわらず、候補者の名前が入ったたすきを使用したというものでした。これは公職選挙法第243条4項第143条または第144条の規定に違反して文書とかを提示したものは2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処するに明確に違反しておりました。さらに議員によって活動報告として悪びれもせず画像をネットに公開している、今後も続ける気なのかというご指摘もありました。共産党豊島区議会は休憩を要求し11時30分から16時15分の間、議員協議会が中断しました。約5時間の間、議員協議会を中断させておいて、再開後に共産党豊島区議会が出した回答は、違反かどうかは警察が判断するからつべこべ言うなという旨の誠意のかけらもない、散々待たされた方々を馬鹿にするようなお粗末な内容でありました。この長時間に及ぶ議会の停止とお粗末な回答は、共産党に文句を言うなら議会を止めるぞ、帰りが遅くなるぞという嫌がらせ、あるいは牽制、あるいは威迫であると受け取れます。日本共産党は豊島区だけでなく各地で内裏たすきを使用し、選挙違反を堂々と行っております。5月29日には台東区新人候補小柳茂氏が御徒町駅北口付近で内裏たすきを使用、5月31日には山添拓参議院議員とともに板橋区の現職都議徳留道信氏が区立文化会館前で内裏たすきを使用、同日、初期局長小池晃氏とともに練馬区の現職都議戸谷悦子氏が内裏たすきを使用、6月6日には委員長志位和夫氏とともに北区選挙区の現職都議曽根一氏が内裏たすきを使用しました。志位和夫委員長が参加する政治活動で選挙違反をしているのですから、内裏たすきを使って選挙違反することは共産党本部の方針であると推察できます。共産党は党ぐるみで違法行為を行っているのですから、まるで犯罪組織であります。そこで質問させていただきます。この共産党による選挙期間外の内裏たすき使用についてのご所見をお聞かせください。先だっての長時間休憩の嫌がらせのため、区長や副区長議員のみならず多くの豊島区職員さんたちが残業を強いられました。議員は仕方がないとしても、職員さんたちの時間や家庭の団らんを共産党豊島区議団が理不尽に奪ったことに強く怒りを感じております。共産党共産主義者はなぜ他人の生活を理不尽に蹂躙する行為ができるのでしょうか。
私の考えを述べさせていただきます。日本共産党は共産主義革命を未だ放棄しておりません。共産党は未だ暴力革命を放棄しておらず、破防法に基づく調査対象団体であるとする政府の方針が6月11日に閣議決定されております。共産党は革命後に全員に富を平等に分配することを約束していますが、富の平等分配のために避けて通れない富の集約については決していりません。平等な分配のためには富を計測しなければいけないのですから、富の一括集約が避けられません。富の取り残しは許されません。不平等になるからであります。革命に成功し権力を得た共産主義者はあなたにこう言います。金も土地も資産も全部よこせ。お前自身も嫁も子供も親も労働力として提供しろ。皆に平等に配るためだ。逆らう。当然従う人ばかりでは全くないので激しい抵抗を受けます。抵抗する人を黙らせるために共産主義革命の富の集約には暴力装置が不可欠です。民主党仙石義人氏がかつて自衛隊は暴力装置と国会で発言し問題となりました。仙石氏は富の平等分配のためには富の一括集約が必ず必要であることを理解していたものと思われます。このように富の集約のためには暴力と流血が避けられないことはレーニンもその著書国家と革命の中で暴力革命不可避論を説いております。共産党はなぜ党の方針としてまでも違法行為を従うのかという理由ですが、私が考えるに革命成功後には生命、家族、財産、その全てを奪い家畜のように搾取する予定の非共産主義者、つまり我々民主主義者たちが作った法律など守れるかと思っているからではないかと推測いたします。さまざまな法律で守られているのに自らは法律を全く守る気がない。この日本共産党の法律軽視あるいは無視の方針は全くいいとこ取りであって非常に卑怯卑劣なものであると思います。法を守らないものは法にも守られない。これが世界の常識であります。非共産主義者である我々民主主義者を全員搾取対象の家畜にぐらいしか思っていないのですから、我々議員に対しても職員さんに対してもどんなに理不尽でひどいことも良心の呵責なく怒られるのが共産主義の日本共産党であります。これが欧米の多くの国々で共産主義が法で禁止され、日本共産党が公安調査庁の監視対象になっている、なり続けている理由であります。 SDGs だグローバルスタンダードだというならば、我が国においても一日も早く共産主義を非合法化していただきたいなと私は強く強く希望しております。それに政府与党も不親切なんですよね。破防法がゴニョゴニョゴニョ、それで監視でゴニョゴニョゴニョ、そうじゃなくて共産党がもし権力を握ったらあなたから全てを奪い、あなたを奴隷に落とす。逆らえば殺される。だから見張ってんです。こう言ってくれれば分かりやすいんですよ。それとですね、誰一人取り残さないというのであれば共産党は危険だ、滅ぼすべきだという私のことも取り残さないでほしいものであります。共産党さんもいいですよ、靴沢は危険だ、滅ぼすべきだと思ったならば何か言ったり何かやってくれても全然構いません。それこそが相互主義というものであります。以上、ご清聴ありがとうございました。暫時休憩されることを望みます。賛成。異議あり。賛成。異議あり。賛成。それでは本動議についてお渡りいたしますので、全議員の
着席するまでお待ちいただきたいと思います。それでは改めまして賛成者がございますのでお諮りをいたします。議長、ちょっとその前にご意見でございませんか。なし。議長、その前に議ただいま異議がありましたので、これより採決に入ります。議部議員より提出された休憩動議について可決することに賛成の方はご起立願います。賛成。賛成ですよ。ご着席願います。議長、起立少数と認めます。議長、いいですよ。本動議は否決されました。会議を続けます。議題と関係のないことを延々と喋っております。議長、議事無根。